マディソン・ペティス、マディソン・ミシェル・ペティス、1998年7月22日帯はアメリカ合衆国の俳優。テキサス州アーリントン生まれの彼女は上に片親違いの姉妹が二人よりもう一人兄がいる。母親が地元の保護者向け雑誌のフォートワーズ・チャイルドの彼女を応募させたことで彼女の俳優生活がスタート当初は モデルとしての活躍や CM 出演が多く、5歳の時からエージェントを持ち、ウェブサイトも開設された。2008年、ホートン不思議な世界の誰々に亀を出演し、EN、モーストリーゴーストリー、フーレットザゴースツアウト、や EN、エーマペットクリスマス、レターズツーサンタにも出演した。4400未知からの生還者のある回では、イザベル・タイラー役を務めた。 7つの贈り物にも、早くとして出演した。また、コーディー・シンプソンの妹であるアリー・シンプソンと、仲がいい。ディズニーチャンネルのテレビドラマ、コーリー・ホワイトハウスで超大変。では、大統領の娘ソフィアを演じ、このキャラクターとして、シークレットアイドルハンナ・モンタナにもゲスト出演した、ことがあった。2007年には、ディズニー映画、ゲーム・プランで、ペートン・ケリー役を務め、 ザロックと共演した。また、この年、ディズニーチャンネルのゲーム番組のコメンテーターを務め、バーニーフレンズシリーズで、ブリジットとジャッキーを演じ、歌ったり踊ったりもした。ありがとうございます。